プロ野球選手。宇藤右打ち現在は、中日ドラゴンズの打撃投手。浅香市立浅香第二小学校時代は、野球が嫌いで、2年生から6年生まで、アイスホッケーのクラブチーム、西部ホワイトベアーズでディフェンダーを担当。首相を務めた6年生の時には、関東大会で優勝。東京都選抜チームにも選出され、全国大会第3位。 朝霞市立朝霞第二中学校では野球好きの父親に壊れる形で南式野球部に入部。K ボールの埼玉県選抜チーム、藤倉オールスターズでは AS として全国優勝。続くアジア大会では準優勝。帝京高校進学後は1年夏からベンチ入り。第88回全国高等学校野球選手権。 大会では、背番号18を付け地弁和歌山高校戦に、先発するも3回3失点で降板し、チームも9回裏に4点差を逆転され、ベスト8。第79回選抜高等学校野球大会では、ベスト4。第89回全国高等学校野球選手権、大会では優勝した、佐賀北高校に敗れベスト8。 2008年のドラフト会議で中日ドラゴンズから4位指名を受け入団に軍スタートだったが練習試合で高騰し春季キャンプ終盤に山本正平井誠子と共に一軍に合流したそして2月28日の東京ヤクルトスワローズとのオープン戦で1994年の平田洋以来15年ぶりである高校生新人投手の登板を果たす しかし、上田武史に2ランを打たれるなど1イニング4安打1、死球3失点であった。開幕は2軍で迎えた。ファームでは中継ぎで起用されていたが、5月5日のベイブルース杯の決勝戦に先発で出場。5回を1安打無失点に抑え、チームの初優勝に貢献した。2010年6月6日の対西部戦で、リリーフとしてプロ入り初登板するも、 一回後失点とほろ苦いデビューとなった。この年の一軍登板は結局この一試合のみで防御率45.00という数字を残してしまった。2011年は一度も一軍に昇格することができず、背番号35をこの年のドラフト4位で入団した辻武しびこに譲る形となり、十八に変更された。二千十二年も一軍登板は一度もなく、 10月2日に、球団から戦力外通告を受けた。その後、12球団合同トライアウトを受験するも、打者4人に対し批安打1よし9にと結果を残すことができず、現役引退を表明した。2013年10月22日に、打撃投手として中日へ1年ぶりに復帰した。小柄なオーバースロー右腕でありながら、野球は中学校入学後から取り組んだものの、 それまでのアイスホッケーで鍛えた力を活かし、高校3年の春には最速の時速 152km を計測した。変化球の主な持ち球はスライダーを武器に打者を打ち取る。しかし、プロでは制球力に難があるなど課題を残していた。ありがとうございます。